覚、1限目からなんだよね。正直、冷房の効いた部屋でのんびりしていたいけど、そうもいかないか。占いか。なんか私、こういうのでいい順位だった試しがない気がするな。いや、でも最近は割といいこと続いてたし、今日こそはいい順位かもしれない。よし、運試しだ。どんと来い。うん、またしても最下位。もう、たまに見るときに限ってこれなんだから。朝からテンション下がるな。ふむふむ、水に注意か。なるほど、対策の立てようはあるのね。よし、決めた。今日は徹底的に災難に遭わないように立ち回って不幸を克服してみせるんだから。たかが占い、こんなことで調子を乱されてたまるもんか。災難だろうがなんだろうが、どこからでもかかってきなさい。まあ、会わずに済むならそうしてほしいけど。よし、完璧。カバンには折りたたみ傘を入れたし、飲み物をこぼしても大丈夫なように着替えも準備。熱中症対策に水筒にはスポーツドリンクを入れてるけど、万が一を考えてジップジャズに入れて密封した。これでノートが濡れることもない。はっ、正面から飲み物を持った人が歩いてくる。うん、危なかった。電柱の陰に隠れてどうにかやり過ごせたぞ。おっと、この先の公園は噴水があったはず。避けていかなきゃ。こっちの道を通れば問題なし。うわぁ！大丈夫です。危ない、危ない。危うく濡れちゃうところだった。って今度は通り雨？でも私にはこの折りたたみ傘がある。ふう、セーフ。この調子なら大学まで問題なくたどり着けそう。とりあえず午前は無事に乗り切ったけど、問題は学食だよね。どっちを向いても水だらけ。慎重に行動しないと。やっほー、沙織。どうしたの、キョロキョロして。あ、マリカ。いや、実はね。なるほど、それで水に注意してたんだ。そうなんだよ、もう朝から緊張しっぱなしで。あ、今気づいたけど、マリカの名字って水島。水の字が入ってる。だけど、あの占いだと友達を大切にすれば不幸を避けられるとも言ってたっけ。そうだよ、マリカは友達。友達だけど水。ああ、もうどっちを優先すればいいの？どうかしたの、沙織？いや、何考えてるの私。そんなの考えるまでもないって。ううん、何でもないよ。お昼ご飯一緒に食べよう。ほら、思った通りだ。マリカと一緒にいたって悪いことなんて起こらないじゃない。そういえば沙織、今日提出の課題どうだった？課題って、え、あれって木曜日までじゃなかったっけ？ううん、今日までだよ。ひょっとしてやり忘れちゃったの？だってちゃんとノートには木曜日提出って。あ、水曜日の水の文字、横棒がくっついて木に見えちゃってた。ああ、たまにあるよね、そういうの。水に注意ってこういうことだったんだね。そんなの変化球すぎるでしょ。どうしよう、絶対間に合わない。
の教授こういうの厳しいのに。マリカのでよかったら見せてあげるよ。いいの？もちろん。いつも沙織から課題見せてもらってるもんね。マリカ、やっぱり持つべきものは友達だ。